ちは、ショウチョルです。今日はですね、ここ日向ダムに来てます。一人で。なぜ来たかというと、昼間の心霊スポットでは何か起きるのかというショウチョル気になったんで、ちょっと一人で来てみました。いやー、綺麗。スポットとしてはトンネルが、まあ、3つか2つぐらいありまして、奥の方にね、赤い橋、大きな橋がね、あるんで、そこをちょっとぐるーっと回っていきたいと思います。はい、まだお住みでない方はね、チャンネル登録と高評価、コメントお願いします。では行こう。はい、まず一つ目のトンネル。こちらはですね、日向ダムに、看板がね、こちらにあるんですけど、日向ダム入って、まあ、ダムにしては入って1本目ぐらいの最初のトンネルですね。名前は、八姫追道。八姫追道かな。はい。ちょっと、長いトンネルなんでね、ちょっと、しょうちょろ、行ってみようかなと思います。何か気づいた人はなんかコメントか、はい、何かで教えてもらえると嬉しいです。一応ね、昼間にしてもトンネルなので、はい、ライトは持ってきました。電気室、はい、これなん手掘りですかね。はい、手掘りにしては天井高えな。どうやって掘ったんやろ。今のところはまあ中間地点ですかね、ここが。はい、ゆっくり回りますね。はい、何もないですね。やっぱ昼間なんで、ちょっと気温的には、まあ、体感、まあ、14度ぐらいですね。トンネルの中、涼しいです。はい、ちょっとね、こういう暗い場所もあるんで、光をライトつけていきます。やっと出会えたよ、きっとあなただと最後の恋だと願ってるよ。はい、渡りましたと。あ、こんな感じですね。はい、ショウチョル画角でトンネルに突撃して突撃していこうかなと思います。はい、ショウチョル画角なんで、まあ後ろが映るんですかね。はい、と俺のあのイケメンな顔ですね。はいはい、ね、まあ行きにしてはね、特に何も変わった感じはないです。昼間なんで特に、また寄れてたらやばいかなと思うんですけど、はい、はい、今中間地点ですね。中間地点、なんかカチャカチャって聞こえる。はい、じゃあ次のトンネル行きましょう。日向ダム、はい、の中で一番まあ雰囲気があるトンネルに来ました。ね、ここは天津追道慰霊塔があります。ではね、ちょっとこのトンネルに突撃していこうかなと思います。一応ね、ライトもちゃんと持ってきてるんで、失礼します。いや、結構昼間だけど
昼間だけど結構雰囲気はありますね。短いです。このぐらい。この距離なんでそんなにないけど、声はねあまり反射しない。反射しないところは結構幽霊がいるっては聞くんですけどね。はい、抜けました。はい、照射の画角ですね。はい、今からちょっと照射の画角で進んでいこうかなと思います。特にね通った感じじゃそれといって何もないですね。そんなに結構短いんでね。こんな感じです。もう多分10秒ぐらいでねトンネル抜けますね。はい、こんな感じです。次行きましょう。ヒューガミロックシットですね。入っていこう。ここもねなんか昼間にもかかわらず雰囲気はありますよ。はい、ドラえもんアンパンマンという。何か聞こえたら教えてください。ショーチャルは特に霊感はないんで何も分かりませんね。とりあえず、はい、後ろ画角です。はい、次はですね下下鶴追道、下鶴追道に来ましたね。昼間だからねそんなに。失礼します。昼間なんでねそんなに雰囲気も別に、はい、特別にあれはないですね。はい、一応ショーチャラ一人だけで来てます。何これ、なんかめっちゃなんかあーって遠くから聞こえた。はい、出ました。下鶴追悼。昼間ですんでねなんか雰囲気だのなんだのっていうのは全然ないです。見てこの景色、いやー壮大ね、すごい。はい、次はですね、ケリード橋ですかね。わからない。ここをちょっと渡っていこうかなと思います。それよりも、見てください。見て。すごくないですか。ヒューガミダム絶景です。では渡っていく。
あの小茶路、両脇に行けないです。高所恐怖症なんでね、しっかりこの真ん中を歩いていきますわ。まあ、雰囲気的には特にないですね。はい、景色がクソいい。はい、風も気持ちいい。はあ、2週間に1回ぐらいは来たいわ。はい、で一応この橋を渡って、まあ、最後になるんですけど、またね、あのソーシャルチャンネル、また撮影をね、夜またここに来たいと思うんで、今日は3人と、まあ、散歩だけなんです。検証ですね、ちょっと待って。はい、はい、この景色を見てくださいね。はい、はい、もう心霊スポットですよ。はい、はい、もうね、半分以上来ました。怪奇現象は何もないですね。はい、何かあります。ハートの岩、はあ、鳴らすことないわ。はい、行きましょう。で、はい、渡りきりましたので、次は小茶の画角で、はい、帰っていこうかなと思いますが、いやー、すーごい景色、なんか現れるわ、心が。はい、小茶の画角でーす。はい、ね、赤橋を渡っております。まあ、こんな感じですね。ね、皆さんもね、日向ダムですね、ここ昼間来ると景色がもう最高なので、まあカップルで来てもいいんじゃないですか、散歩がてら。好きすぎて、思いすぎて、私ばっかり壊れちゃったよ、愛してくれるそれだけで報われるのに。はい、歌いたい気分ですね。はい、いやー、はい、こんな感じでね、なんとか橋、まあ、通称赤橋ですね、回っていきましたんで、はい、これにてですね、今日の小茶路昼間心霊スポットシリーズ日向ダムですね、はい、終わります。